続いてはですね、歌です。主題があるとしましょうと、はい、例えばあのこの曲を聴かせることによって、相手に何をイメージさせるのかと、私はやってない潔白だ。宗教の中で非常に大きな影響力を持つということも知ってた人ですよね。音楽というものがマインドコントロールにとって、一度聴いたら耳に焼き付いて離れなくなるオウムの歌。カルトで歌が果たす恐るべき役割に作曲家三枝重明氏が迫る。ことのほか歌が好き。元来音楽は人の心を豊かにさせるもの。だがオウムの歌には危険な罠が仕掛けられている。宗教の中で非常に大きな影響力を持つということも知ってた人ですよね。音楽というものがマインドコントロールにとって、カルトにとって音楽は洗脳のための秘密兵器。オウムの歌にはどんな仕掛けがあるのか、一人の作曲家が解き明かす。いろんなタイプのものがね、ものすごいミックスするんです、されてるんですよ。現代日本を代表する作曲家三枝重明氏。私たちは三枝氏にオウムの音楽テープを大量に渡し、その分析を依頼した。一曲ずつ丹念にチェックした三枝氏は、いくつかのパターンに分類した。日本人がね、実はねこれ好きなタイプでございましてね、タンタリリンタリリタリラララって、これね羽のリズムって言うんです。三連になってる軍歌なんですよ。明治時代からね、日本人の好きな三連のレズ、年代的には今40以上、40以上の現代、大好きなパターン。一つ二つ三つ四つ五つ、ロックンロールなんですよね。そう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 しってすごいですね。だからショーがショーね。この辺はね、言葉の使い方がうまいと思いますね。もうプロじゃできませんね。覚える証拠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 って僕だって知ってますしね、小学生まで真似して歌う、普通だと恥ずかしくてやっぱりもうちょっと変わるわけで、ね、証拠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 とかいかない、証拠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 朝、まあまあちょっと変えていくもんなんですよ。つまり口ずさまるというか、こう印象付けるという意味では非常にインパクトの強い曲だと思いますね。よく見ますと人間の鼓動と同じ周波数を使ってまして、
では科学的に分析するとどうなるのか。警視庁や FBI で長年研究を続けてきた音声鑑定の権威はこう語る。この場合ですね、体のどっかのリズムに、まあ、合わせていく、脈拍であるとか呼吸数であるとかそういうものに合わせるということが、まあ、一つ大切なことだと思います。それから次にですね、繰り返しのメロディーを使う、それから繰り返しの、リズムを使う、それが非常に単純なものとして人間の理性を失わしていくことには必要だと思ってきます。どっかで聞いたようなメロディー、懐かしさがあるわけですね。そういうことを全部総合して考えますと繰り返しとリズムとでですね、人間のどっかに刷り込んでいくといいますか、そういう意味ではそのマインドコントロールを狙った音楽だと思っていいと思います。鈴木氏によれば、同じリズムの繰り返しは催眠効果を生じさせ、歌詞が表現する思想を人の脳に植え付ける効果があるという。政治家でいうとヒットラーでしょうね。大変に音楽の使い方がうまくて、どうしても血脇肉踊って党へ参加するような気持ちになるという、音楽を使うマインドコントロールですね。ヒトラーはワグナーに作曲させた音楽で大衆を扇動し、独裁者の地位をつかんだ。朝原被告もそこに学んだのかもしれない。ちょっとできる人がいたらこういうことにならなかった、もっと格好のいい曲になった、その代わりもうちょっとみんなが口ずさめないのかもしれません。だそういう意味じゃ成功したのかもしれないけど、ただね、一番恐ろしいのはこの宗教はあまり怖くない宗教だと思わせることには大きな力があるんじゃないですか。もしかしたらここに入ってもそんな恐ろしくないんじゃないかという効果はすごくあったと思うけど、まあ、一つ一つうなずける分析だったんですけど、歌そのものを取ってみても、いわゆる完全な自己陶酔タイプの歌い方で、カラオケでは最も嫌われるタイプの歌だと思うんですね。メロディーとかリズムとか大変覚えやすくできていて、あるいはその修行するぞ修行するぞ、ああいうそのセリフにしても、考えるいとまを与えないで、これは有田さん、やっぱり徹底的に研究して作り上げたものなんでしょうかね。確かに専門家的な、まあ、セミプロ的な人がいるんでしょうけどもね、例えば木部被告にしたって、まあ、音楽じゃないですけども、美術関係の仕事やってた人ですからね、まあ、そういう人が入ってるアニメ作る人なんかもね、演出家といいますか、そういう人がいるのかもしれませんね。あれだけちょっと間が抜けた雰囲気ゆえに、その西郷さんがおっしゃってたように、かえって親しみを覚えてしまうというような効果が、狙ったかどうかは別としてあったというね、感じかもしれません。はい、さてオウムを切る7つのキーワード、おしまいはハルマゲドンです。私の手となり足となり、あるいは頭となり。